こんばんは。今日はね、今放送もね、ちょうど最終チェックやって、まあ、21時ね、30分から表も出るっていうことなんで、で、昨日はちょっとね、なんかサーバーかなんかがまたね、調子悪かったみたいで、まあ、今日はね、ちょっと放送する前に今、だいぶね、確認して、っていうところでね、スタートで、まあなんか今ね、票が出て、なんか上がったり下がったり、ちょっと微妙なというか、まあ特にね、異常なしというかね、そんな感じですかね。まあドルがね、若干下がったけど、まあもともとね、ここのところは102円割れで、まあこんな感じで動いてて、まあ最近はね、基本的にポンドドル、オーストラリアドルがね、勝ち上げてて。まあ、ユーロ円、ポンド円も、まあ、ドル円もね、ほとんど動きなしっていうか。まあ、もうユーロドルまで同じですかね。もう下げ切っちゃってから、ほぼ固まってて。まあ、ドルなんかももう102円のもうほんと10ぐらいから101円の90ぐらいで行ったり来たりっていう、まあ本当にね、値動きのない、まあ不思議な、すごく難しいね、予想もできない相場展開で、まあ今本当にね、世界中で今は昨日まではね、オーストラリアドル1本だったんですけど、このポンドドルなんかもまたね、仲間入りしてきて、で、私がね、今買い込んでるユーロ円、あ、ユーロドルか、ユーロドルは参加してもらえずに、で、ドル円はドル円でね、もう私がいつも言うように、もう上がる未来がほぼないんで、下げにね、参加はしてくれてるんですけども、ユーロドルは反応せずみたいな。まあ本当に今ね、何も予想ができない、もうバランスとかね、何もかもっていう、まあ組み合わせもね、何にもこう通じない相場展開っていうことでね、まあ本当に、まあドルもね、結局日本のね、まあ要人ね、総理大臣含めてのペテンで始まった勝ち上げ相場も、まあ無意味に上げるだけ上げて、まあ株にしてもね、クロス円にしても結構買い込んじゃって、負けちまった人って多いと思いますよね。寝頃感つってね。でもまあ私がいつも言うようにね、まあやっぱりもうドルもね、何もかもやっぱり買う要素っていうのがあんまりないんで、要素が。おお、河野新さん久しぶりじゃねえですか。河野新さんいなくて寂しかったっすよ。いや本当にね、安とかみんなで河野さんどうしたのかなみたいな、そんな感じで。いや河野さんね、ちょっと本当心配してたんですよ、寂しいなみたいな。まあ今もね、結局、まあもう適当な動きなんで、もう適当が嫌だっていう人は絶対やるべきじゃないし、今はね。まあ結局、やっぱりね、まあ私のね、ファンドマネージャーの仲間同士でスカイプやってても、まあ今ね、仲間が10人ぐらいいるんですけど、8人がオーストラリアとずっぽりハマってますから、まあ金額なんかもね、言ったらビビっちゃうような金額、まあファンドなんで、本当に億単位でね、オーストラリアドルやられてて。まあでもね、やっぱり、まあ資金的な量も多いんで、もうひたすら売りぶっ込んで、まあ兄貴、そのうちね、下がるから、慌てずにもう、イカ様はイカ様で付き合おう、っつってね。まあ本当に、まあイカ様にね、腹立ててももうしょうがないし、まあ本当に今日のね、雇用統計なんかも、オーストラリアの、余裕で悪いの出てるんで。で、まあ、ニュージーランドのね、まあ、利上げは利上げで、まあ、ニュージーランドのネタで。まあ、今、本当に暇つぶしで、まあ、買うっていうだけで買われてるだけなんで。